国連総会の本会議は7日、日本が1994年から提出している核兵器の廃絶に向けた決議案を150カ国の賛成で採択しました。去年に比べて賛成は10カ国減り、棄権は14カ国増えました。日本は唯一の被爆国ですが、来年1月に発効する核兵器禁止条約について今回の決議案でも直接言及しなかったことが影響したとみられています。条約に批准した国からは、残念ながら日本の決議案は志が足りないといった批判の声も上がっています。日本政府は核兵器のない世界の実現に向けて各国との橋渡しのための努力を重ねていくとしています。